どうも、桜井徹です。サイコブレイク2。続きをやっていきたいと思います。前回までは、増本くんに出会いました。増本くんじゃないですけど、なんて名前でしたっけ、この方。教えてくれ。オニールさんに会いました。はい。というわけで、続きをプレイしていきたいと思います。この人の護衛の人は死んじゃったんだよね。これは、ここはオニールの世界ってことでいいのかな？コーヒーメーカーを使えば体力が全回復する。一度使うとドリップし終わるまで使用できない。マジか。じゃあ俺、コーヒー牛乳を飲んでる俺は常にライフマックスだな。コーヒー飲む？ライフどうなの？俺今。ライフちょっと減ってるね。飲もう。ごちそうになります。いやいやいや、熱いでしょ。ああ、一気飲み。落ち着くな。カフェインの力です。さあ、ここら辺のものを取っときたいよね。お、補給品ボックス。各拠点には補給品ボックスが存在。ゲーム進行とともに中身が補給される。アイテムが使えるときは一度チェックしてみよう。なるほど。何が入ってる？あ、弾丸じゃない？やる。アイテムをですよ、回復剤もどっかに入れとこう。これ何？瓶って何？あー、敵の注意をそらす感じかな。とりあえずやりました。このね、これ何？これでパッて選んだことなのかな。あ、持てないのね、ハンドガンの。ここの今このいる場所ではハンドガン構えられないんだ。クラフト台について。クラフト台ではギアを消費して武器のアップグレードを行ったり、素材を消費して弾薬やアイテムをクラフトすることができる。なるほど、レベルアップできるってことだな、武器とかの。すごいな、この工具で銃を改造できるのか。ウェポンアップグレード、どうしようか。まあいつもながら思うのは、攻撃力を上げとけば一発一発のダメージは増すんだからいいよねーって思うよね。攻撃力アップすっか。ギア10個しかない。足りないよ。うん、突っ返されたわ。ハンドガンの弾を使った、まあ、何も作れないね。あ、なんだ。じゃあここは、あ、ギアゲット。はい、これも、あ、ギアゲット。オッケー。ここら辺なんかあんのかな。パソコン使えるわけ。これ何？セーブ端末。あー、新しいセーブをできると。はいはい。あれ、このオニールさん話聞いたっけ？教えてくれ。オニールの任務について。お前が閉じ込められて1週間だよな。もうそんなに？こっちは時間の流れが不安定なのか。楽な仕事のはずだった。夕飯には帰れるくらいの。でも僕が知る限りこんなのは初めてだ。どういうことだ？不具合はコアがいなくなった時に起こる。でもそれじゃ説明がつかない。世界が継ぎ目から崩壊している。安定化装置を使ったけど狙った効果は出てない。安定化装置？メビウスから送り込まれたのに知らないの？すいません、知らないんです。チームは5人いたんだな。他に治安部隊がいたけど、まあそうだね、5人。ん？いたってどういうこと？ベイカーを見つけた。死んでいたが。そう、無理もないか。彼は強い信号を受信してその調査に向かったんだ。抽出を要請して結果を報告するだけで、危険な仕事は人に任せようって僕は言ったんだ。でも耳を貸さなかった。リーダーだからね、勇敢なんだ。僕に言わせれば勇気と愚かさは紙一重さ。ああ、身長と臆病も紙一重だ。あ、これ前聞いたね。はい、じゃあ大丈夫です。身長とうんぬんかんぬんはって聞いたな。あ、もっと強力なものも聞いたね。ごめんごめん、ダブっちゃった。じゃあ続きいくか。こっちかな。え、もういる？はあ、え、いるっぽくない？あれ、ああ、一歩出たらいるってさ、セキュリティザルじゃね？
困っちゃうな。なんだあいつ。今のは誰だ。こっちが聞きたいわ。こっちは。あ、これ外か。いや、ちょっと待って、さっきの人見ようぜ。さっきの人見ようって。出ない、まだ出ない。あ、ここはやっぱオニールズセーフハウスって書いてるから安全な場所なんかな。新聞は何もないね。ここはあれかな、前回のあの脳汁使うところ。あ、階段じゃないや、鏡から行けるんだね。このせ、え、乗れって、乗っていいの。ここで今回はもしかしてアップグレードできんのかな。やっぱり。おい、ここから出せ。カステヤノス刑事、また会えましたね。お帰りなさい。またあんたか。なぜここに。あなたこそどうしてかしら。何にせよ見知った顔で嬉しいわ。知りすぎている顔でもね。お疲れのようだわ。元気にしてあげましょう。前と同じように。なるほど、やっぱりパワーアップしてくれるのね。体力、身体能力、戦闘能力、スニーク能力。戦闘能力、銃で狙うとき手ぶれを抑える。なるほど。1000コスト。1000コストはあるね。身体能力は何。スタミナの最大値が増える。なるほど。1500いるね。これはライフがアップ。1500いるね。回復は1500。じゃあ戦闘しかないんじゃないですかね。はい、手ぶれ補正、こんな感じでいっか。はい。ああ、一瞬で帰ってこれるんだ。あ、1500あったね。ちょうど右上のオンエアとどっかぶりで分かんなかった。まあいけるってこった。とりあえず戦闘力は上がったから、ハンドガンね、ハンドガンのブレを抑えることが成功したので先に進んでいく。え、ああ、割れる音ね。はいはい、これはセーブデータ。ニャンニャンはどこだ。いた。映写機なんかゲットしてたような気がするんだけど、気のせいかな。あれ、何もゲットしてなかったっけ。してないねー。はいはい、すいません、もう、はい、怖いとこ行きます。はい、すいません、行きます。お待たせしました。行くか。オニールハウスに行きました。外に出ます。どうだろう、ある程度。外で通信機を使い少女の声を追え。通信機なんてどうやって使うんだ。ん、リロード。ほっ、よし、彼の言った信号を探してみるか。 OK。だいぶ遠いな。だが唯一の手がかりだ。リリーだといいんだが。ほう。
三角でだできるってことね。あれはなんかサブミッションみたいなのなかったっけ。なにこれ、え、街が崩壊してる。あらら、どういうことだ。これだけ崩壊が続けば捜索は無理だ。何がユニオンだ。あの信号を探そう。こっちはなんだ。メビウス工作員の痕跡を見つけた。なるほど。でこっちがリリーか。ちょっとメビウス工作員の方に行ってみるか。あん？お、あれはなんだ。お、あそこ入れるのか。なんか変な音聞こえるぞ。あ、けどこっち行ったらあれじゃない、娘さんの方に行っちゃうから、まずはこっちに行ってみようか。めっちゃうめいてるな。もうちょっと静かにうめけないんですかね。なんもないんかい。うごうご動いてるな、嫌になっちゃうね。まあこういうアイテムもちょいちょい手に入れていこうじゃないか。さあどうする。ハンドガンで押し勝てるのか。まあとりあえずぶっ殺していこう。思考がね。見つかるかな。見つかりたくないな。お、移動するのね。あいつら何持ってんだあれ。こっちに興味ないのかな。ずいぶん向こうの方に行ってくれるよね。じゃあ死体を漁ろう。はい、ハンドガンの弾ゲット。はいはい、いそいそと離れていきます。左伝いで行きたい感じもするよな。ウォーデンクロスボウがあるのか。ああ、まあまあ何分初見なんでね、ゆっくりやっていきますよ。のんびりやる私を許してくださいね。あいつ動くなよ、頼むから。まず君からだ。はい、ぶっさー、やべ。あー、バレっちゃったな。お、オートロック楽だね。うぅ、いてぇ。ちょ待って、ちょ待って。あーちゃ、あー乗る。まずいな。さあどうしよう。あ、けどなんかハンドガンで結構グイグイいけるね。うるさい。おっと、あった。よいしょ、オッケー。なるほど、正面に捉え、あー、びっくりした。正面に捉えて倒せばさほど怖い敵ではないな。脳汁回収。オッケーオッケー。あ、敵がそんな強くないってわかりゃもうこっちのもんだよ。ははは。もうちょっと弾よこしてくれ。
リロード6発、弾はあとちょっとしかないな。大丈夫か。よし、2200アップグレードも結構使えていけんじゃないかしら。走行車があるから、あ、これだ、ウォーデン棒ってやつ。懐かしい武器だな。あれ、前作にもあったっけ。縦型のボルト。 L2 で狙い、 R2 で引き絞り、解除で発射、四角でボルトの切り替え。了解。ショックボルト、しびれ効果があると。なるほどね。水たまりでも使えると。そういう難しい。うおー、なんだ、何、プッてなったけどさ、私もう敵ぶ全員なぎ倒した後にここに来たんだ、だから関係ないのよね。ハープーンボルト、敵を串刺しにする直接攻撃用。ふん、鉄パイプがあれば作れると。うん、強いね。なんかガンパウダー、他なんもないかな。少女の方にロックオンしておこう。いや、しかしもうちょっと食らっちゃったね。なんだかな、まあ、完全に私のボンミスな感もあるんですが、まあまあまあ、お許しください。こっちなんかあるかな。死んでるね。さよなら。かわいそうに。あと何もないね。渡せるものがあったら渡してくれ。ハープーンボルトをメインで使っていく方がいいのかな。あ、瓶ゲット。こっち側は進めなさそうだよね。というわけで、あそこの屋根の上に敵がちらっと見えていたので、そいつも処分じゃない、倒したいなと思うんですが。あ、木箱潰せたね。そういや、すっかり忘れたわ。オッケー。なんかギアも結構溜まってきそうね。いや、これはカジュアルにして正解だったかもしれないな。さて、こっから登れるか、登れないか、残念。これはハンドガンの弾用のポーチなんてあるんだ。え、こうちょいちょい反応するのが怖い。もうそれは私のビビりが入ってるからってのもあるんだろうけどね。もう瓶は取れないと。やだな、この狭い道。お、あらー、明らかに敵さんじゃないですか。どうすっかね。あっ、ネズミ追いかけてんだあいつ。ぶねー、ね、ネズミを追いかけてる。だからもうちょっとしたらまた向こう向くんじゃない。向いた。よっしゃ、あれでいこう。あ、こっち向かないで。うう。怖いよ。どうするか。まだここチャンスあるかな。気づかないで、気づかないで、気づかないで。ネズミ向こうに行ってるって。よし。所詮化け物だの。よっ。あっ。うっ、一発。
いる。よし、待て待て待て、ちょっと待ってくれ。うっ、あー危ね。リロード、待って、開いた。よいしょ。めっちゃ油断してました。これが近接ね。いやー、一人倒したらまさかあんな出てくると思わなかったな。HP は半分。回復しとく？回復しとくか。はい、回復。全開とまではいかないんだね。じゃあ、ボルトを右側にセットしておこう。ビリビリボルトになってんだ。普通のハープにしとこう。これだと音鳴らずに倒せるよね。何あいつ、なんかゴワゴワなってるけど、どうした？通信機をかざす。ああ、この人の記憶か何かか。残留思念って書いてるね。レッドジェル、新たなルートを開く。ああ、スキルルートの解放か。外にはアイテムが見える。ここは開かないね。ここも開かないね。オッケー。じゃあ出られるところを探そう。よいしょ。あ、そこも入れるのか。急に動き出さない？大丈夫？怖いんだけど。ずいぶんそのなんだろうな、あ、変化、あの化け物になってる人となってない人は何なんだろう、差はちょっと分かんないね。鉄パイプ、鉄パイプはあれになるってね、あのハープンボルトになるらしいから、まあ取っとく分にはいいでしょう。向こう本の方にアイテムがあったからそれだけ取っときたいね。よいしょ。いやー、久しぶりのホラーゲームだから緊張するなー。こっちの方にも、ああ、やっぱり少女、あれ、あれはどこに行ったの、あの玉のポーチがあるとか書いてなかったっけ。できるならね、それ取りたいんだけど。これか、ショットガンの玉。やっぱいろいろあるっちゃあるんだな。取りたいっちゃ取りたいんだけど。こっちには何もない。あ、電車の中もまだ見れてないところいっぱいあるか。脳汁取れてないのいっぱいあるな。あの脳汁どうやって取る。ここはさっきのとこだな。じゃあ、あの脳汁は電車と電車の間で落ちちゃったんだ。悲しい。この草とかは後々あれかね、掛け合わせて回復装置を作る的な、回復薬か、
かなんかを作る感じかな。めっちゃ敵いんな。どうすっか。これがショットガンの弾。オッケー。敵のいるところに特になんもないんだったらあえて行く。めっちゃ揺れてない、あのトラックね。何、中で何してるの。人に言えないこと言っちゃダメよ。あー、ガッチャンガッチャン言ってんな。開けるか。ふわー、ハンドガンあと8発しかないんだぜ。ボルトでいくか。あ、めっちゃいた。どうしよう。うえ、めっちゃいたよ。いて。あー大変だな。あ、ハンドガンめちゃくちゃ弱い。おー、やるセバスチャン。これさ、あのとこまで連れてくって体力持たないよね。ほら、もうスタミナがないもん。いって、もっつ、えよし。ふぅ、あぶねえ。どうするか。オッケー。あら、そっちからしか来れないの。不自由ね、あなた。リロード。オッケー。オッケー。弾がない。ボルト一撃死ぬかな。あ、今股間に当たったね、ごめんね。さあどうする。とりあえずなんかいっぱいゲットできそうだけど、ハンドガンの弾でもあればいいんだけどな。いいのゲットしちゃった。一度使うと壊れちゃうんだ、斧って。そして今は気づかれてない、どうやら。なんとかなったな。なんとかなったというのか。基本全員倒していくスタイルだな。オッケー、じゃあ斧は、斧どこにあんだろう。ないね。一撃倒せるっちゅうならね、ガンガン使ってこうよ。どうやったら使うの。あ、来た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 。あ、斧持ってるじゃん。行くぜ。はい、ドン、オッケー。もう一個斧あったね。じゃあこれで、あと何匹いる？来い。いっぱいいるな。とりあえず君だ、おいで。こっち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 。さあ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 。よいしょ、オッケー。はいはい。こっちにね、もう一個あったと思うんだ。よし、やった。もう一個あるから、有効活用していこう。はい、どうも。お元気ですか。よいしょ。よし、全部使えた。はい、斧ゲット。斧強っ、いいね。脳汁ゲット。あ、もうジェルが4700も溜まったね。ありがてえ。弾は今自分の不用意さに嫌気がさした。今のペッてやったらめっちゃ来るんじゃね。やだね。いやー、物音がいちいち怖い。なんか瓶もちょいちょい使うね。あの、さっき近接で叩きつけるっていう描写があったから。あ、ここじゃない。じゃあ、よいしょ。あ、もういいいい、もういいいい。これは？あ、ガンパウダーね。オッケー。
何これ、あ、鳴らす、これで鳴らして敵を引き寄せるみたいな戦い方もあるのかね。あ、あとはこの何、水たまりとかに誘導してってことかな。あ、脳汁脳汁、回収。いや、斧が強いっちゅうのが面白かったな、非常に。あ、まあまあ揺れてないからさ大丈夫なんじゃないですかね。おい、危ねえ、なんもなかった。あ、なんかないの？あった。はあ、やった、ハンドガンの弾だ。困った時のハンドガンよね。あれ？これ撃ったら壊れるや、爆発するやつやったのに私1個も使わんかったな。いかにまだ慣れてないかだよな。ハンドガンの弾とか結構あるね。めっちゃ落ちてるわ。ありがてえですが、一旦ここで区切りたいと思います。時間がちょうどいいのでね。はいはい、区切りたいと思います。またよかったら続きも見に来てくださいね。まあ、初見ならではと言いますか、いろいろアイテムを探索しながら行きたいと思います。生放送をしながらなので、コメントとかね、ヒントとか助けてもらいながら、ね、進めていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよかったら続きも見に来てくださいね。ではでは。